本作移動はこういう感じでマップで移動するような感じになってるんですよね。前作はカトロックス島の中だけしか歩き回れなかったですけど、なんていうかな、 TRPG やってるからさ、知ってる知ってる、こういうのってシティシナリオって言うんでしょっていう感じで、前回がまあ行ける範囲はかなり広かったけど、クローズドっていう感じだね。カトロックス島から出られないから。んじゃ行きますか。用意はいい？うん、行くよ。ロック格納庫ハッチオープン。ドロップシップ固定装置解除。投下。今さ、僕実況の活動を始めてもうすぐ10年になるんですけど、今縁故殺しっていう言葉あるのかな。編集ソフトとかも新しくなってるから、いい加減そういうのも対策されてきたんだろうか、それともスペックの低いパソコン使ってる人は未だにそういう現象に悩まされてるの。まあ正直こんなに吹雪いてるとね、データ容量がさ、どうしたってでかくなっちまうから、僕としてもあんまりいいことではないんだけど。金が消える、金が消える、取らして、ちょっと待って、あ、消えちゃった。すんげえなんかカエルみたいな声すんな。パワーライザーつけてるから、まあそこまで苦戦するようなもんでもないけど。人間の生命反応みたいだけどって言うけど、明らかに凍ってるよね。若干のホラーよ。ここに何かあるの？こっちでは何の反応も出てないんだけど。ドロップシップだ、女の子がいるぞと言った感じで。エネルギーキューブ落としてくれるから HP は回復できるんだけどね。 とはいえこういう輩は厄介よ。で、撃たなければ覚醒しないから、まず1体ずつ処理していくのが重要か今は。金もちゃんと拾いたいし、ね、隠れやがった。
あれ出てこない。隠れたやつはまた出てくるのかな。来なそうだな。もったいねえ。そしてなんか前作とかと比べてもBGM 周りがとてもロックマンしてて好きなんだよなっていうのなんとなくわからんかな。いった追い詰めたつもりが素早いからあんまり近寄っちゃダメだ。まあでも初期ロックバスターにパワーライザーつけただけでこんだけダメージが入っちまうってことはまあ本当に小手調べのボスっていう感じですね。はい、続きだ。こいつはいきなり出てくるからな。ただやっぱ金は欲しいからガンガン倒していきたいんだよね。すぐ近くにビーバードの影、注意して。オッケー。このあからさまの雪山。やっぱあれだな。パワーライザーっていうか、いったー引かれちゃったわ。パワーライザーラピッドアップで正解だったな。あんまり近づきすぎると多分、最後のあの爆発巻き込まれるタイプの爆発っぽく見える。どうも。まあ、この手のゲームのさ、最適解じゃないけど、だいたい回りながらね、撃ってれば大丈夫だから。ここがな。こいつら、多分耐久力的に倒せなさそうなんだよね。まあ途切れたところで行くしかないって感じですね。おっと。よ。あ、反対側行くの忘れてた。でもこれ反対側行けんのかな。なんもねえな。じゃあいいのか。じゃあデータいるんで回復とセーブしましょう。じゃあ行きますか。あれね、ひし形っていう。おじいちゃんたちの船見えないかな。その辺りにおじいちゃんたちの船の反応出てるんだけど。見えないね。で、あからさまに抜けとばかりにディフレクターガルだ。
ダイヨロ。ああ、レンジアップ。レンジアップ持ってくれよかったかな。おお、衝撃波だ。鼻になんか V 破壊ダメージがあるっぽいな、これ。わお。この手の敵は動きが読みやすい分一発がでかいからね、気をつけないとね。第2段階いったくそ。方向転換と同時にあの罰で、側転ができるんですけど、ロックオン中はできない。走ってくるのは大丈夫。ほっ、あぶね。うわ、何すげえトリッキーな攻撃をしてくるな。っていうかあれですね、ノーマルアーマーを買ってないと割とダメージを食らえない戦いだったかもしれない。そう考えると割と、おお、あぶね。お疲れ。嵐が止んだ。やっと止まったか。いやー、ぐるぐる回って死ぬかと思ったわい。お前も年取ったな。わしはまだこの通りピンピンしてるぞ。くっ、見え張りよって。しかしなんだ、全財産かけた割には大した船じゃなかったな。ま、言ってみればあれは事故だから仕方あるまい。なんであのジジイたちあんなに元気なんだ。こっちはフラフラで死にそうだぜ。お兄様、あれ。起こしちゃったわね。もう十分ですよね、ユーナ様。デコイたちは自分たちでセラ様を起こした。これは彼らが選択したことです。今度こそセラ様に鍵をお渡ししてください。全然十分じゃないわよ。マスターがどうしてあの子に自分の遺伝子コードを託したのか。イレギュラーを狩る立場だったあの子がシステム史上最大のイレギュラーとなってまでやろうとしたことは何だったのか、まだ全然わかんないんだもん。まだ全然じゃないでしょう。本当に勘弁してください。ガーチョン、マスターが愛したデコイたちが実はシステム以上に守る価値あるものだったらどうする？まさかそんなことあるわけないじゃないですか。さあ、わかんないわよ。やば、そろそろ行かないと。はい。
ユーナ様のようです。まだ鍵をお渡ししてくださる気はないようですね。あやつの考えることはよくわからん。マスターと同じくらいに。ところで、わかっておるな。今はセラ様の安全を最優先いたします。任せる。デコイの船か。まずはライブラリーの鍵を回収。マスターの遺伝子コードの処分はしばらく保留とする。承知いたしました。なんで結局締め出しかよ。状況が状況ですから、ちょっと記者会見ってわけにはいきませんわよ。しかしあの青い野郎、なんであんなとこにいやがったんだ。気に食わねえ。今度は絶対邪魔させねえからな。つながりましたわ。つまりその4つの鍵さえあれば、大いなる遺産の封印を解くことができ、彼女の命を救うことが可能になると、そういうことなんですな。はい。我々は過去の人間です。今さらどうこうするつもりはありません。ただ残りの人生を普通に過ごせればよいと考えております。もちろんお礼はさせていただきます。鍵を使えば過去の技術のいくらかは今でも利用可能となるでしょう。そうなれば、例えばリフレクターなどいくらでも作ることができます。わかりました。鍵のことは我々にお任せください。大いなる遺産を狙う者は多いです。窮屈かもしれませんが、しばらくこの船でお休みください。ほう、早速来なすったようじゃ。盗み聞きしやがったな。まだ協定は続いてるでしょ。こりゃ共同戦線だな。抜け駆けはなしだぜ。共同戦線だって、おめんとこは二人だけじゃねえか。でもこの方たちベテランですからね。誰かさんとこみたいに人数だけいればいいってもんじゃないでしょ。てめえはどうなんだよ。あ、ま、いいじゃありませんかお兄様。いつだって抜け駆けなんかできますわ。それもそうだな。よし、そうとなったら早速作戦開始だ。まずは手分けしてめぼしいダンジョンがある町を占領。しかる後ディグアウトで鍵を回収だ。野郎ども、抜かるんじゃねえぜ。じゃあそういうことで。ああ、ボーラが仕事だ。今から会えるか。くっ、嫌なやつらだぜ。風俗たち動き始めるぞ。面倒なことになったな。何深刻ぶっとるんじゃ。ん、わかるか。いい年してワクワクするんじゃないわい。君、ロック君も呼んでくれ。またあの子たちを巻き込むのか。まずは話を聞くだけだ。でも多分巻き込むだろうがな。やれやれ。ロックさん、ミュラー様がお呼びです。はあ、本当にな。現段階でなんていうか、人間側のキャラクターたちは気持ちのいい性格の人たちばっかりですね。さてさて、待合室だけど。ああ、ソレイケディグアウトはバレルキャスケット作ビギナー向けの入門書だ。うん、これを読むことはできねえのか。おじいちゃんたちが読んでるみたい。早く行ってあげて。はーい。観葉植物。これは別にふかふかのベッドとかいうわけでは、立派な絵だ。
にしてもな館内に重くそうクラシック曲がかかってるのなんかいいよな。広いんだよねこの、これエレベーターだよな。やべえ、探索してするなぜなら探索が大好きだから。なんもねえなんもねえな。なんかあれだよね、 TRPG みたいに目星振りたいよね。古文だ、ふむふむ、さすがお金をかけただけあっていい船ですね。絨毯はふかふかだし天井は高いし最高ですね。普通に侵入されてるっていうね。さてどこをどう行けばいいんだ。ここは目的地だったりする。案外目的地だったわ。呼びつけてすまんかったの。ミュラーからお前にちょっと話があるみたいでな。悪いが聞いてやってくれんか。ほう、君がロック君か。まだ若いのにたった二人で禁断の地のディグアウトを成功させるとは大したもんだね。私なんか全財産を船に継ぎ込んだのにこのありさまだからな。もう前置きはいいわい。ロックに頼みたいことがあるんじゃろ。まあそうなんだよ。実は君に封印の鍵のディグアウトをお願いしようと思っているんだが、こんなことに巻き込んでしまって申し訳ないと思っとる。じゃが空賊たちが本格的に動き出す前に手を打ちたいんじゃ。どうじゃ、やってくれんか。いいえ、選びたくなるよな。どうせハイに誘導されるんだろうけど、そこをなんとか頼む、やってくれないかね。この時代のゲームのいいとこでもあるよ。いいえで本当にゲームオーバーにしてくれるゲームもあるけどね。僕はそっちのタイプはあんま好きじゃないから。では早速で申し訳ないんじゃが、まずはここから南にあるマンダ島のポクテの村に行ってくれるか。封印の鍵が眠る遺跡がある場所で、ポクテの村が一番小さな村じゃからの。空賊が最初に狙うとしたらおそらくここじゃ。鍵が手に入ったらすまないが私のところに持ってきてくれないかね。空賊たちも狙ってる鍵や、この船に保管しておくのが一番安全だと思うんでね。では頼んだよ。つってもな、この船手追いじゃねえの？大丈夫なんかな？金庫。はーん。はいはい、外の様子が見える。絵とか、いろいろあるけど、なんか、なんもなさそうだな、なんとなく。ミュラーさんの机だ、大物の机なだけに、さすがに大きい。どうも。ミュラーさんが30年かかっても成し得なかったことを、あなた方だけで果たすとは。尊敬します。サインしていただけますか。ロックサインとか書くのかな。船内の様子がわかる。特に問題はなさそうだ。はい。こっちはなんだ。鍵。あー、なるほどね。ここに保管するんだ。はいはいはい。全部で4本ありますというのが。てか、早えな。鍵の話聞いて。その後、すぐあの部屋作ったんかな。あら。うふ、ロックが戻ってくるの待ちきれなかったから。悪いと思ったけど、立ち聞きしちゃった。まずはマンダ島のポクテの村ね。地図調べとくから、準備ができたらすぐフラッター号まで戻ってきて。じゃあ、先に戻ってるね。了解。正直な話、一緒に戻ってもよかったけど。あー、はい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 。はいはいはい。これ箱一個ずつ調べた方がいいのかな。いや、絶対この一角っていうことになる、なるとは思うんだ。この一角だよな。この一角であってくれ。一応調べてみるが。なんもないね。オッケー。強化ギア。ロックマンダッシュはね、こういうことがあるからね。機関銃が山ほど入ってる。危険な船だ。そうだね。まあ自分も銃は持っているが、
1800ゼニーだからこういうことがあるからね、探索やめらんないんだよこのゲーム。1000ゼニー、何も入ってない。し、白い粉が入ってる。なんだ、メリケンコか。メリケンコね。ジャンクって書いてある。この部屋にもジャンク屋があるってことだね。おお、結構金貯まったな。ライフパ、あ、ロングバレルですね。ロケット花火。ライトチップまだいいかな。なんかあの前作と違って前作もあったっけ、あの状態異常攻撃を使ってくる敵がいるんで、それを防ぐためのなんかいろいろ作れたりするんですけど、金あるから今のうちメディスンボトル持っとくか。やっぱあの状態異常厄介だからメディスンボトルは持っときたいんですよね。ライフパーツなぁ、どっちがいいんだろうね。回復、あのエネルギーボトルの容量を増やせばいいのか。あ、その前にパーツ見るか。あー、もう組み合わせのもう組み合わせのやつが出てきちゃった。しかもファストアーマー1万5000円か。ノーマルアーマー売ったらそんぐらいになるかな。ちょっと装備整えるか。あー、ノーマルアーマー3000円が875円だからめちゃめちゃ安いな。パーツなー、やっぱあれだよな。今2枠しかないから、できれば弾数、射程、弾数は正直今そんないらねえか。連射と弾数を極限まで上げるとそれはそれで面白いロックバスターになるんだけど、そうなるとあれか、バスターユニット買ったらレンチアップがいらなくなるのか。あんまり早い段階であれだな、武器とかを買いすぎない方がいいって感じですね。お金を手に入れるのがそもそも厳しいって話をしたばっかりだし、攻撃力は下がるけど射程も連射も上がるって考えれば、まあこれは割といい感じだと思うんだ。水兵たち危ない感じだ。古文がいるな、上に。大きなエンジンだ。ロールちゃんがこれを見たら大喜びするだろうな。掃除道具がある。これ盾だよね。他に調べられるものはないか。なさそうなら、なさそうなら古文。あ、ぐす。さっきまで誰もいなかったのに怖い顔の人が来たから出れなくなっちゃいました。見つかったらどうなるんだろう、ぐす。さて、あらかた調べ終わったかな。さあ、まあちょっと時間もいい感じなんで、エネルギーチャージしてセーブして今日は終わりますか。まああの、あんまりこのゲームやるのに時間を割いてばっかりもいられないんで、あの、TRPG の宅の予定があったらそれの準備とかもしなきゃいけないし、あと何より、あの、実況途中で止まってるゲームと、あの、積んでて全く手をつけてないゲームがたくさんあるからさ、やっぱそういうのをさ、減らしていきたいよねっていう感じで、忘れないうちにボディーパーツつけておくか。Thank you.
まあこんな感じで。てなわけで、まあサクッとプレイして行きつつ寄り道は全力でするって感じでよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。失礼します。